安田のリガレスタプロのレビューをしていきます。履いてる選手が過去一渋いんですけど、こんな感じです。あんまり特徴の共通点はないですよね。オールカンガルーモデルで約 250g で、昔のスパイクみたいに結構重くてオールグラウンド対応してます。オールカンガルーの国産メーカーってことで、モレリアとの違いもね、ところどころ入れながらレビューしていきたいと思います。足幅広めって書かれてるんですけど、最初の段階としてはモレリアよりは中足部前足部ともにタイトかなと。このちょい走りでも最近僕が履いてきたスパイクの中でも一番重くて、ポイントがねめっちゃ重いんですよ。ただカンガルー柔らかくてフィット感はめっちゃいいです。このインサイドリフティングがねうまかったんで乗せてます。続いて基礎練、もうこの段階でねカンガルー好きは絶対好きやろうなっていうタッチ感ですね。いい意味で柔らかすぎない、少しね固めのカンガルー感が僕はめっちゃ好きです。家でのレビューでも言ったんですけど、このインステップキックでもねタンが全く動かなくてミートしやすくてね、僕は感動しました。これはトメテゲルはカンガルーの柔らかさっていうよりはスパイク自体の重さでねボールの勢いを受け止めてるっていう感じがしました。僕は軽いスパイクの方が好きなんですけど、最近のね軽いスパイクはあんま好きじゃないっていう人は気に入るんちゃうかなと思います。タッチしやすそうに見えると思いますし、タッチしやすいんですけど、常にねポイントの重さに意識がいってまうんですよ。やっぱりモレリアよりも前足部が少しシャープな感じがあって、革の硬さなんかもねタッチしやすくて最高やなと思います。これぐらいのバックステップでも履き口のかかとらへんの硬さっていうのを結構感じました。靴ずれまではいかないんですけど、やっぱスパイクが重くてメリットで考えるとすると、ボールに当たり負けする感じが全くないんで、トラップミスとかもまあ少ないんかなと思ったりしましたね。常にポイントの重さが下向きに力加えてくれてる感じがあるんで、意外とステップはしやすいんかなと思ったりもしてます。真っ黒のスパイクめっちゃ渋いっすよね。キックのインパクトは強い方やと思うんですけど、もう完全にね重さだけでいってるって感じがしましたね。この強いインステップキックの衝撃でもほんまにタンが全くずれなくてね、ここはモレリアよりも優れてるなというふうに感じました。まあサイズ感もあると思うんですけど、モレリアは意外と紐とタンの部分ずれたりすること多いんですけど、リガレスタはねほんまに1回もズレを感じた場面がなかったんですよ。終端の吸い付きがほんますごいと思います。カーブもねなんか蹴りやすかったんですよ。カーブが蹴りやすい。ステッチのグリップもやっぱ効いてるんかなと。あとやっぱただ単に重いだけじゃなくて、ポイントがねいい重心で下向きに踏み込めるから曲がるんかなっていう風に思ったりもねします。特にインステップがカンガルーの硬さとステッチのグリップの加減が絶妙でね、トラップしやすいなと。モレリアの方が最初からちょっとリガレスタよりは柔らかいっていう感じがあるかなと思います。
ラップ6本や、革がいい感じなのと、このロングボールの衝撃でもやっぱりシューズがねずれる感じが全くなくて、足との、ね、一体感をめっちゃ感じます。ただこのトラップで足を振り上げるだけでもポイントの重さっていうのはね常に感じます。まあ、これもね慣れたらこれが普通になるとは思うんですけど、足裏のタッチをね公式のホームページでも結構押してたんですけど、宣伝通りねやりやすいっていう風に感じたんですよ。重い重い言ってますけど、重いのは重いんですけど、このドリブルとかキックとかね全般的にポイントが引っかかりすぎるとかもないんですよね。滑るとか引っかかりすぎるとかなくて、踏み込みもしっかりできるんですけど、僕はやっぱり軽い方が好きかなっていう風に思います。それも最近の軽いスパイクに慣れてるからで、リガレスタをねずっと履いていったらこれがやりやすくなるんかなとも思ったり。インソール天然比較使ってる珍しいタイプなんですけど、これも冬なんでねあんま汗かいてないんですけど、汗かくとしっかり吸い付いてくる感じがあるんちゃうかなっていうのを感じましたね。この辺になるとこの下向きのね重い重心が逆に走りやすい気すらするんじゃないかっていうぐらいね思ったりもしてきました。重いのは重いんですけど、やっぱり前足部中足部の柔らかさと比較すると、かかと周りとか履き口周りのね硬さっていうのはやっぱり初日の段階では感じましたね。僕は重いスパイクが好きっていう人がどれぐらいいるかはちょっと分かんないんですけど、このジャンプとかでもねポイントの重さはめっちゃ感じましたし、全体的にねポイントの重さがネックになるんじゃないかなと思います。やっぱりこのレビューを通じて最初から最後までねシューズの一体感っていうのは崩れませんでした。何するにしてもやっぱりスパイクがね特にポイントが重いんで、いつもよりもね少し疲れたような気がしました。ボールタッチとか靴の一体感はめっちゃ好きやなと思いますし、キックもトラップもめっちゃやりやすいんですけど、軽いスパイクに慣れてる人はね最初は絶対違和感感じると思います。まあ、重いスパイクが好きっていう人もいると思うんで、またコメントでね履いてる人教えてほしいです。チャンネル登録コメントありがとうございます。